こんにちは。市の中山間地域の徳寺からやってまいりました。徳寺人形浄瑠璃保存会の会長をしてます池田と申します。4年ですから、もう45年も前に保存会としてはスタートしています。で、徳寺の人形浄瑠璃はもっと歴史が古くございまして、明治の初め頃にここにあります人形は、その頃の人形、あの頭といいますか、もう鼻がなかったりですね、結構はけてかなりボロボロになってますが、まあ、その分歴史を感じていただけるんじゃないかな。で、語るメンバーは、40年前にまだ子供だった子たちが成長しまして戻ってきて、あの協力してこういうメンバー、その上にですね、私はあの私の母が長く80年ぐらいやってたんですが、私自身は、全然やったことなかった、まあ、門前の小道で耳で覚えてた。で、メンバーもなかなか少のございますので、今日は皆様の前で、初めてあの講演、あの私も、浄瑠璃を語らせていただきますので、お聞きいただいたらと思います。土在東西、このところ相勤めまする浄瑠璃の下代絵本太閤記。絵本太閤記は10段目尼崎の段。
Bye.